おはようございます。さあ日本全国ね、まだ雨が降っています。広島や、福岡の方、どうか身の安全を第一番に守ってくださいね。早めの避難、危険を感じたら早めの避難をしてください。はい、それでは今日体をね、少し動かしてまいります。作家でヨガ講師加古です。リアルスタジオは京王線南大沢駅12分のところにあります。今この映っているところが加古ヨガスタジオ、5名の少人数でレッスンをしています。そしてオンラインヨガレッスンもやっていますので、東京じゃない方、ぜひオンラインでレッスンを受けていただけると嬉しいです。体をね、少し動かしていくとだるさも取れます。すっきりします。そしてね、100歳まで自分の体で動ける、ね、体でいましょう。はい、それではかかととかかとおへその真ん中に置きます。長座にされても正座でも大丈夫です。呼吸を整えてから首肩ね、少し動かしていきます。両手体側です。息を吸って肩と耳を引き寄せて吐いてストップ、はい、もう一度息を吸って肩と耳引き寄せて吐いてストップ、はい、吸って肩と耳引き寄せて肩甲骨と肩甲骨寄せてお膝の上です。手のひら天井、親指、人差し指、輪っかを作ります。顎は軽く引きます。まぶた優しく閉じます。そして今の自分の呼吸を感じましょう。深い呼吸ができているでしょうか、それとも浅い呼吸でしょうか。どちらの呼吸でも良い悪いの判断は下す必要がありません。ただただ今のご自分の呼吸を感じていきます。それではいらないものを口から吐き出します。鼻から大きく息を吸って、口からいらないものを吐き出します。もう一度大きく息を吸って、心のモヤモヤ、ストレス、全部口から吐き出します。大きく息を吸って、いらないものを全部口から吐き出します。それではヨガの完全呼吸を行います。鼻から大きく息を吸って、鼻から細く長く吐きます。おへそ、内臓の奥へぐっと引き込みます。吐き切ります。大きく息を吸いましょう。鼻から細く長く吐きます。おへそ、内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。大きく息を吸います。お腹を膨らませます。鼻から細く長く吐きます。おへそ、内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。吐き切ったら薄いお腹のまま胸に新鮮な空気を取り込みます。胸を大きく広げます。鼻から細く長く吐きます。おへそ、内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。薄いお腹のまま胸に新鮮な空気を取り込みます。鼻から細く長く吐きます。薄いお腹のまま胸に新鮮な空気を取り込みます。鼻から細く長く吐きます。吐き切ります。吐き切ったら薄いお腹のまま鎖骨の下まで新鮮な空気を取り込みます。背中が大きく広がります。鼻から細く長く吐きます。おへそ、内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。薄いお腹のまま鎖骨の下まで新鮮な空気を取り込みます。背中が大き
鼻から細く長く吐きます。おへそ、内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。無水お腹のまま鎖骨の下まで新鮮な空気を取り込みます。背骨は空に向かって長く伸びます。鼻から細く長く吐きます。完全呼吸を行いましたので、体の中心部にエネルギーの通り道スジムナという大きな神経回路が出来上がりました。体の中のエネルギーの巡りが良くなります。それでは腹式呼吸に戻りましょう。大きく息を吸ってお腹を膨らませます。鼻から細く長く吐きます。大きく息を吸って鼻から細く長く吐きます。このまま1分間瞑想しましょう。呼吸は繰り返していきます。
左の膝曲げてても大丈夫です。はい、そして足首持ちましょう。親指持てる人は3本の指で親指つかみます。はい、吸う息で、はい、左の手をぐっと引き上げたら体を真横に倒します。じゃあ、印を押すのはゆらぎのポーズです。頭とおでこがつくポーズ。このまま3呼吸キープです。体側が伸びて気持ちいいです。あと2呼吸。1つ。ゆっくり体を起こして、頭の上に軽く手を乗せて吐きながら頭左側。首の凝りを頭の重さでほどきます。このまま3呼吸キープ。あと2呼吸。1つ、頭を戻します。じゃあ反対側いきます。足首持ってもらってもいいです。親指持てる人、足の親指3本の指で持ちます。さあ、右の手ぐっと引き上げたら体真横です。体側しっかり伸ばしましょう。私は今ね、頭と膝がつきますが、別につかなくてもいいですよ。この体側がしっかりと伸びれば OK。 大きく息を吸って吐きます。あと2呼吸。1つ。はい、吸う息でゆっくり体を起こして、頭の上に手を乗せて吐きながら頭を倒します。首の凝り、頭の重さ約5キロ、この手でほどきます。大きく息を吸って吐きます。あと2呼吸。1つ。頭戻して、両手体の前に置いたら、さあ前屈していきます。これもできる範囲で大丈夫です。さあ、お腹がついて、胸がついて、おでこがつきます。手を遠くへ遠くへ歩かせるようなイメージです。足の内側の筋肉、内転筋、そして腰回りの筋肉。手をしっかり伸ばすと、骨盤から脇にかけて伸びている広背筋もストレッチになります。このまま3呼吸キープです。あと2呼吸。1つ。はい、続きでゆっくり体戻します。左痛かった人ね、ちょっとさすってくださいね。そしたら足裏と足裏を合わせて、もう一度パタパタパタと揺らします。はい、そしたら右の足を長く伸ばして、左の膝山形に立てて、右の手で膝を押さえて、お尻の後ろに左の手、背筋を伸ばします。吐きながらおへそ、お腹、胸、最後にお顔です。首の後ろしっかり伸ばしましょう。アロマ、テントランサナ、ねじりのポーズです。内臓に深い刺激が入ります。内臓の不調を整えてくれるポーズです。このまま3呼吸キープ。あと2呼吸。1つ。体をゆっくり戻します。両手体側、一度頭を下げます。ねじりを行った後のご自分の心と体の変化を感じます。吸う息で体を戻します。はい、左の膝を伸ばします。右の膝山形また見ます。お膝抱えます。お尻の後ろに手をつきます。息を吸って背筋を伸ばして、おへそ、お腹、胸、最後にお顔。背骨にもねじりが入るので、腰痛解消にも効果があります。このまま3呼吸キープ。あと2呼吸。1つ。体前に戻して、両手体側、頭を下げます。ねじりを行った後のご自分の心と体の変化を感じます。吸う息でゆっくり体を戻して、足も伸ばします。ちょっと揺らしてあげましょう。はい、パタパタパタと足裏ほどきます。両手体側、息を吸って上がります。背骨をぐっと引き上げたら、両手耳の横、息を吐きながら前屈です。さあ、上半身2つ折りです。このまま3呼吸キープです。長座前屈のポーズ、パッシモーターアーサナ、腰痛解消に効果があります。大きく息を吸って吐きます。あと2呼吸。1つ。はい、両手耳の横、息を吸って、息を吐きながらゆっくり体側に下ろします。はい、それではもう一度安楽座で座りましょう。お膝の上、手のひら天井、まぶた閉じます。さあ、1分間だけこのまま瞑想していきます。
それではチムドラほどいて胸元で合掌します。最後に深呼吸3回ご一緒に繰り返します。鼻から大きく息を吸って、口からいらないものを吐き出します。大きく息を吸って、愛、夢、希望、喜び、幸せ、成功、全部体に取り込みます。怒り、悲しみ、苦しみ、妬み、口から吐き出します。大きく息を吸って、嫌なこと、辛いこと、悩み事、全部口から吐き出します。吸う息でゆっくりまぶたを開けましょう。さあ、短いレッスンでしたがいかがだったでしょうか。少しね、体を動かしただけでも肩のこりが楽になったりします。ね、今日一日笑顔で素敵な一日にしましょう。そしてね、雨の猛威にさらされている方は、早めの避難と自分の命を守る行動をしてください。ね、地球が悲鳴を上げているような気がしてならないのは私だけではないと思います。まあコロナにも気をつけつつ、そして熱中症にも気をつけていきましょう。自分の命は自分で守っていきましょう。それではまた会いましょう。作家でヨガ講師、かこでした。